なんだよお前。こんにちは、チャイクです。誰だよ。いや誰だっていいじゃないですか。それよりどこ行くんですか。横浜だけど。おお、ちょうどよかった。俺も横浜に用事あったんですよね。お前の車じゃないだろ。いやまあそれそうっすけど、だってこれ 4,5 人乗れる車っすよ。それに1人しか乗ってないっていうのは地球環境に良くないんじゃないかなって思っちゃって。そりゃそうだな。それに1人じゃ寂しいじゃないですか。そうかな。俺もずっと1人旅やってて車に乗りたいなって思ったんですよね。そうか。じゃあ行きましょっか。そうだな。よし、じゃあ学園祭来た。なんか来るんじゃなかったんね。あらちくしょう、こんなところ死ねっか。あー東京戻るでーよ。ダメよ。みんなでパーってやるでーよな。ほんならもっとこれからやっていこうよ。鍋やろ、鍋やろ、鍋。こたつ引いてさ、鍋やるんだよ。全然面白いよ。何してるんですか。もう見りゃ分かるじゃん。宴会してんだよ。俺も入ってもいいですか。おい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 、いただきます。ちょっと飲んでんの。そうそうそう。あ、本当に、しょっちゅうやってるからさ。あ、本当ですか。そうだよ。いやもう楽しいって。お前らここで何やってんの。違う、あんた誰ですか。ボリスだよ、ボリス。お前ら酒飲むんだったらそこで飲めよ。いや、あんな高いとこなんか無理っすよ。大丈夫だ、あそこは安いよ。お前らでも飲めるよ。いや、だって俺ら貧乏人なんすよ。ダメっすね、これは。通行人の邪魔だろうが。は、あ、じゃあ逮捕してください。はい。あ？はい。どうする？はい、桜田。何叩き？荻窪。ああ分かった。ああすぐそっち行くわ。ああ。ええかお前ら。騒ぎ起こすんじゃねえぞ。あのハゲよ、なんか俺出ていけんっつってよ。俺たち言うこと聞くわけねえよな。そうだよ、年末はお巡りさんも忙しいからね。なあ、俺も飲ませてもらっていいっすか。あ、いいよいいよいいよ。じゃあ、待ち込んで、お願いしてみよう。おー、いいよ。よし、酒飲む酒。はい、はい、はい、大盛り。じゃんじゃん、飲んで飲んで飲んで。はい、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 見つかんねえから俺新しいの買っちゃったんすよね。なくしたんだ。はい、なくしたんすよ。あ、ついてる。与田あさみ知ってる名前だろ。あさみ。うん。おい、あの子なんかしたんすか。いや、先日な、援助交際グループを補導したら、そのうちの一人が薬でラリバッパーな子がいてな、うん、でその子取り調べ中に君の名前とその携帯が浮かび上がってきたんだよ。で、どんな関係だよ。いや、どんな関係つっても友達んち泊まってた。それだけ。はい、それだけ。君寝たのか。は？いや、寝るも何もまだ子供っしょ。子供だってやるやつはいるだろ。え、やるんすか。俺やったよ。え、いや、じゃあ君が元締めか。は？いや、意味わかんねえな。なあ、小日向君。はい。本当のこと言おうよ。いや、はいはいはい、意味わかんねえです。
なあ小日向君、君がそうやって強情を張ってると我々も捜査しなくちゃいけなくなるし、君だって今晩一晩ここ泊まっていかなきゃいけない。じゃあなんか証拠なんか持ってきてくださいよ。証拠はお前の携帯バックアップ取ってるよ。いやバックアップっつっても、お俺友達かお客さんしか入ってないっすよ。あ、じゃあ一軒一軒じゃあ見ましょうよ。早く早く早く。いや俺ね、警察舐めんなよ。いや舐めてるとかそんなんじゃなくて、俺時間ないんすよ。俺店開けてきたんすよ。店品物パクられるかもしれないじゃないですか。いやいいんだよそんなこと。いや訳わかんないなこれ。いやいいんだよな、本当のこと言えよ。いや意味わかんねえな。お前警察舐めんなよお前。いやわかんねえな俺。お前刑事何年やってるの。舐めてるとかすんの俺わかんねえな。いや俺はな長年の勘でわかるんだよ。お前みたいなやつは絶対やってんだ。だから勘でしょ。お前よ証拠あるんですか。さっきやったあそこの店よ。証拠じゃなくて勘なんですね。勘だよ、うん、勘ですね。あそこのよあそこの店だってよ、みんなお前がこうやってよでいろいろこう上げてよこうやってんだろうな。いや、もう警察も暇っすね。暇じゃねえんだよ。ほんとこんなわけわかんない。暇じゃねえよお前。わけわかんねえぞ。あ、お前みたいなやつ大変だから暇なんだよ。こんな貧乏人みたいなやつ捕まえてさ。ああ、そうだよ。意味わかんねえ暇なことばっかりしてこの野郎畜生の野郎。お前本当に舐めてるだろ。いや意味わかんねえ。いい加減にしろよお前。帰りますよ俺。帰るじゃねえんだよお前。いやこれ2位ですから俺意味ないっすし。いや帰りますよ。帰るじゃねえんだよ。じゃあお疲れ。ちょっと待ってこの野郎おい。お前絶対パクってやるからな。